しいね。なんかすごい、これやっぱりアメリカの音がするですね。さすが中国のイーストマンだけど、イーストマンそうか、イーストマンやっぱりいいですね。レベル高いものを作ってますね、はい、よくほらジャズのフルアコのギターとか、ね、よく見かけるけど、日本には今までそういうのしかあまり入ってない。それとか、うん、あとマンドリンは結構有名な、こっちにもちょっとありますけど、こういうスティール弦は今まで入ってなかった。これ初めて今年入ってきて、そうね、あんまり見ることないもんね、はい、うん、で、なかなかいい、まあ、最初に3本、この 1,2,3 本の入れてますけど、まあ、結構お手軽の、これはもう5万台ですごい安くて、よくて、こっちは9万、あ、ちょっと高い、全部単板、オール単板、ね、で、こっちがもうちょっとだったかな、9万と10万ですね、これもオール単板、うん、これマーチンタイプですね、こっちは、まあ、テーラータイプですね、似てるね、ね、うん、なんていうかね、弾いた感じも、うん、そう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 、知らなかったの、テーラー弾いてるから、そう思ったんだよね、目つぶって弾いたらね、いや、テーラー、本当にその感じ、やっぱこのサイズから来る音色ってあるのかもしれない、ね、そうですね、ちょっとすごい、はい、僕もテーラー1本持ってるので分かるけど、 すごい近いものが、はい、今荒木さんが弾いてるのはこの AC122 っていうシリーズで、あ、スタイルで、うん、AC というシリーズで、うん、でこれはトップが C だ、うん、次の、はい、でこれはね、多分この1本しかないかな、うん、この次はこれが黒くなる、このトップが、あ、そう、この見えないかもしれないけど、こういう感じになる、うん、あ、色をで一番最初はこれだったけど、今度からは黒という、だから、うん、これが気に入った人は貴重に貴重なナチュラルカラーだね、はい、でこれもサイドバックはあれ発音どうだったかな、サペル忘れた、サペル、このまあマホガニっぽい、日本語では多分サペリ、あ、そうサペリ、ね、それかサペリ、なかなかね日本語は難しい、うん、すいません、楽しい発音はよくわかんない、サペリそれもわかんない、はい、サペリか、だからまあマハオゲに見た感じでもマハオゲに近い特性が、はい、でこれは短板ですね、うん、全部短板、うん、はい、で綺麗なこの別光のバイニングが、ね、あって、うん、なかなかいいなと思う、はい、でピックアップもついてます、これフィッシュマンのピックアップがついてる、あ、いいね、はい、もう、はい、ですごい弾きやすいよ、僕が持ってるのこの PCH の頭にも書いてあるから、この違うシリーズで、こっちはシットカのトップで、ね、短板シットカで、サイドバックはね、オバンコール、ああ、でこの指板もオバンコールでおしゃれでしょ、これなかなか、なんかいい感じの、ね、はい、すごい模様が出てる、そうですね、ちょっと、はい、でこれもピックアップもついて、これはご存知ですか、あ、LR バックス、 LR じゃなくてあるあるっていうやつですね。あるあるっていう中国にあるあるのやつで。そっくりですけど。LR に近いけど。だけど音もとてもいいですよ、これは。そっくりですね。うん、そう、そっくり。これがフィッシュマンだね。で、これも音も結構良かった。うん、ちょっと、なんていうかな、エイジングしたような感じだね。そうね。うん、なかなか、うん、どっちもいいと思いますけど。イーストマンもいろんな、ね、商品開発が進んでる、ね、そうですね、で値段帯もいろいろある、この間ここに20本ぐらいあって、いろいろその中からこの3本一応選んで、これがいいかなと思って、ね、20万台とかもあるんだけど、それもうちょっと後にしようかなと思って、まだあんまりこういうスティール弦としては知られてないから、もうちょっと後にしようかなと思って、ちょっとだけこれを弾いてもらってもいいですか、あ、これ、はい、はい、thank you.
なんかそういう感じ。これを10万切ったギターと思わない、ね、うん、この音は、うん、おしゃれだし、この、 あのロゼットもなんか綺麗ですね。そうですね、はい、うん、やっぱりシーダーもかっこいいな。あの見た感じもいいし、音も甘い感じ、ね、ちょっと甘い感じだね、はい、やっぱり。だからあの耳に痛い音がしないというか、うん、このシーラーも結構綺麗ですね。この木目も詰まった感じの、うん、ね、うん、感じ。前からもともとイーストマンってそういう木が結構いい感じの、ね、それは間違いない、ね、そこが一つのイーストマンのね、うん、特徴で、その木材もいっぱいいいのを持ってる。でしょ、もともとバイオリンの作るところだから、うん、行ったことないけど多分ストックが相当あるんだね。あります。以前だからジャズギター用のフラコとか弾いたことあるけど、はい、やっぱりすごい木がいいなって感じするもん ね。今はね、世界中のこのエボニーがね、白くなったりして、これ結構大きいですね。このブリッジと芝が、ね、結構黒い感じのね。だから前からこれもすごい大きいですね、はい、やっぱりいい木を在庫を持ってるメーカーが強いよね、はい、はい、うん、そうですね。これちょっとこれ弾いてみますか。こんな感じか。こっちがこの値段の 半分ぐらいの値段の。そうだ、サイドバックは合板だから、うん、ちょっと軽いね。そうですね、こっちの方がね、はい、うん、ちょっと明るい音というか。そうですね、これはスプルースね、シットカー、短板の、うん、やっぱシダーとスプルースの違いもあるし、はい、ちょっと明るい音が。あとこのワンコールのシバンとブリッジで、こっちはエボニーですね、はい、それも違う、うん、これ高いところ綺麗な音するでしょ。これ結構バンドの中とかだったら結構いい感じじゃないかな、ね、うん、そのちょっと高音がよく出て、うん、高音が出て、でも中域もしっかり出てるから、うん、ギターらしい一番大事なところが出てる、はい、うん、これいいんじゃないですか、うんうん、僕もこれすごい気に、うん、まあ、みんないいけどこれ、うん、特にこれ気に入った。これいいなと思って。スプルースにサプリね、はい、はい、サプリね、サプリさっぱり。それもでもテーラーのね、使う材にちょっと、ああ、そうですね、まあ、結構どこでも今使ったりしてますね。やっぱり、まあ、普通の今周りのマホガニとか、うん、ロースウッドとかだんだんねなくなったりしてるから、手に入れにくくなってるから、うん、いいなこれ、はい、1弦2弦が全然細くないね。そうですね、うん、すごい、とても低価格のギターとは思えない、うん、ですね、はい、これはかなり大活躍。例えばマイクが入ってるギター持ってない人とか、そう、ね、ステージ用のなんかギターもう一本欲しいとかだったらもうめっちゃいいんじゃないですかね。しかも弾きやすくて、はい、すごい重量も軽くて、ね、うん、なんていうか負担にならないというかね、うん、いった感じもすごいいい、おしゃれ、いいですね、はい、多分このあるあるバグスもいい音してる。いや、なんか問題にならないからそれ。なんか今のカットですか。面白い。あるある。Thank you.
なんか長くなってるから気に入ったからやっぱ気分が乗ってるとね、はい、ついつい、はい、終わるかなと思ってこれもなかなかいいね。これね、これが OM の、もう、もう一回見ようかな。不思議ですね、やっぱりサイズが、ね、マーチンっぽいから音もなんかそうですね、全然違いますね。 E3 っていう OME、 これもマイクが入って、うん、スプルースの短板、オーバンコールのサイドバックの、これも短板のオール短板で、これがあの10万円です。これもなかなかいい、これもあのエボニーでなかなか綺麗ですね。ヘリングボーンついたり、ね、うんうん、まあこれとまた全然違うけど、あの、うん、なかなか良かった、良かった。これもちょっと重たく感じるわけな。いや、まあでも、はい、うん、でもイーストマンもすごい頑張ってるな、ね、本当にそう。あ、これもいい木、いい木使ってるな。ですよね、はい、間違いない。これたエボニー、はい、ね、すごい黒とした、そうですね、うん、はい、やっぱりマーチンタイプですね。やっぱこのサイズからくるちょっとマーチンらしさみたいなのあるね、うん、ね、はい、不思議だな。こっちの方がちょっと音量がある感じだけど、うん、なんか芯が結構しっかりした感じですね。あのフィンガーで優しく弾いてもすごい間が持つというかな、はい、頼りがいがある音、うん、ピークであの弾くと、これでも目つぶって弾いたらちょっとマーチンになる。さっき僕が言った時は、まあ、ライン行った時はちょっとこの辺はあのちょっと薄かった感じだったけど、コードのところもすごい、オーブンのところもなかなかいい感じだったね。このこういう感じが、好きだね。なるほど、うん、これいいですよ。ああ、いいですね。これもね、やめろと言われるのでずっと弾いてるわけで止まらないね。すごくいい感じですね。これとまた全然違う種類の音だけど、ね、すごくいいですね。これはいいですね、はい、やっぱ最近ちっちゃいサイズ好きだな。あ、そうですね、年、そう、若い頃あのドレッドノートとか、はい、もっとでかいジャンボサイズのが好きで、好きで、ね、今は逆にこんなのがいいの。これぐらいはね、結構音の張りもやっぱりあるよ ね、ちっちゃいからね、はい、うん、OM もね、ロングスケールだからちょっと張りが、ね、感じはありますよね、うん、はい、ヘリングボーンもなかなかかっこいいね。いいね、うん、あ、いいですね。
ですよね。いや、いい感じ。なんかこういうジャージな感じもすごい合いますね。うん、やっぱりその芯が太いところが。そう、そういう気分になる。あの中域がしっかりしてるというかな、うん、中低域がね、はい、こんな感じね、はい、ということでこれは今言ってるのは E3 の OM という、はい、あのマーチンタイプね、 OM のマーチンタイプ。僕が持ってるのは PCH というシリーズの PCH の1GACE、 長いの、あのこれがスプルースね、シットカーとサペリ。サペリと、サペリ。そっちがワンコールね、サイドバックがとスプルース。で、もう一本は、あ、これも綺麗な木、ね、うん。そう、これもこのワンコールは結構綺麗な木目があったりして。出てるね、こっちは AC122 というシダーのトップで。シダートップ、うん。で、これはさっき話したように、この後に入ってくるのは黒いのしかないらしいから、これはもう一本貴重な一本もので、ぜひこれを気に入った人はぜひ、ね、はい、貴重なナチュラルカラーでね、だったらこのイーストマンもご検討ください、うん。